はい、どうも白滝です。この動画はですね2本目になっていまして、まあ、今回ねイベントはプロスピタワーが登場しました。でいつも通りであれば赤オーブ、青オーブ、黄色オーブ、まあそれらをね集めて、扉をね進んでいくんですけれども、まあなんかねシステムが変更されたということで、まあこちらね動画を出しています。1本目の動画は17時15分に投稿しまして、2類種が追加されました。まあ、無課金、美課金者に引くべきなのか、まあ、あとはですねシリーズ1とシリーズ2のね能力の比較、まあ、これらをですね解説しているので、まあ、ぜひともねこの動画見終わった後概要欄リンクから飛んでください。まあ、あとはですねチャンネル登録とね高評価もよろしくお願いします。ということでお知らせ見ていきましょう。お知らせの方に来まして、今現在の撮影日が8日のね17時39分になりまして、アニバーサリーのね結果が発表されました。まあこれはですね明日かな、明日もね日本投稿しまして、日本投稿する予定でして、まあ1本目の時にちょっとね、まあ、触れていこうかなと思います。でまあ今回はねこちら、扉を選べプロスピタワーで、タイトルが、フランチャイズプレイヤー、まあこれがね登場したということで、明日2本目か、2本目はですねあの覚醒どういったね選手が当たりの選手なのか、まあ、S ラン契約書があるんで、あと自チーム A 契約書か、どういったね選手がゲーム的に強いのか、それをね明日の2本目出すので、ぜひともねその動画も見てください。詳細の方になりまして、8日水曜15時より、まあ、イベントがね開始しました。で、まあ、いつも通りのね V ロード試練チャレンジカップが対象になっていて、まあ、試合後に発生する挑戦に、勝利することで、まあ、オーブをね獲得できます。獲得したねオーブを使って、まあ、階層ね上がっていくイベントでして、でその累計獲得オーブ数かな、まあ、それでも、報酬がもらえます。今回の覚醒の縛りとしてはフランチャイズプレイヤー、ソフトバンクから明石さん、大峰さん、竹熊さん、銀次さん、杉谷さん、比嘉さん、でリーグの方になりまして亀井さん、岩田さん、堂上さん、三上さん、阿部さん、石川さんになります。まあこれの当たりの選手は明日のね2本目に投稿します。そしてねここが重要でして、前回からの変更点で1つ目が挑戦敗北後にリトライするとき勝利条件が緩和されるようになりました。これの分かりやすい例をプロスペースのねイベントで例えると、ドリームキャラバン、まあ、ドリームキャラバンね超級、上級、初級、中級かな、まあそういった難易度があるんですけども、超級で負けた場合スピリッツが下がります。まあそういった感じで、まあ緩和されますよと。で2個目のですね変更点としては、次の回への扉として各種赤扉と青扉の2つを設置しました。まあこれがねシステムの変更になります。これに関してはね実際のイベント画面で解説していきます。まあ、そして3個目になりまして、一部 UI、レイアウト、演出の見直しを行いました。このイベントは他にもね項目がありまして、ビッグチャンス、強敵、トレジャーチャンス、まあ、この中で、まあ、オカルト的なことがですね強敵であるということで、まあ、これもね解説していきます。で開催期間が9月14日火曜の14時59分までになります。ということでイベント画面見ていきましょう。イベント画面の方に来まして、今回からねこういった仕様になっています。でまあいろんなねたくさん話したいことがあるんですけど、まずは必要オーブ数、これ多分前回なかったと思います。でまあどれぐらいのねオーブが必要なのか、まあ、全てこれね書いてくれています。まあ、25回が最大でして、まあ、650赤オーブ必要ですよと、で黄色オーブは3000必要ですよと。いやこれはマジでありがたい、前回多分これなかったと思うよね。いやこれは本当にねコナミさんマジでありがたい機能をつけてくれました。次の話が報酬の方になりまして、項目がですね2つあります。累計オーブ報酬と各回クリア報酬。まずは累計オーブ報酬の方でして、重要なですねエナジー、これね数えたところ45エナジーありました。でまあ挑戦ドリンクというものもありまして、これはね一応エナジー、このイベントでね使えるエナジーの代わりになります。であとは A ランク自チーム契約書かな、まあ、これが1枚でランダムが1枚で自チームが2枚、まあ、ここでは2枚もらえます。そして最後には S ラン契約書を、ね、獲得することができます。次の項目が各回クリア報酬で、これね赤扉の1回が挑戦ドリンク ×3 で、青扉の1回が1000コインでして、これね赤扉と青扉で報酬が違います。でこれねどうやって進んでいくべきなのか、まあ、パッとね見た感じ、まあ一番ね重要なのがイベントコスト、まあ、あとはねスタミナということで、まあこれはですね挑戦ドリンクかな、赤扉をまず1回回数をクリアしてもらいます。でこのねイベント契約書、B ラン契約書、これはね、どちらも同じになります。で3回からねまた報酬が違いまして、まあ、1回3回の赤であれば試練チケット3枚、で青の扉であれば5エナジーと、まあ、これねどっちが重要なのかって言われれば、やはりねエナジーが重要なので、まあ、3回はですね、5エナジーの方を獲得してください。で4回になりまして、4回の場合だと赤の扉だと1000コインで、青の扉だと、挑戦ドリンクになります。
先ほども説明した通りイベントコストとスタミナ、これがね無課金美課金者にとって重要なので、まあ、4回は挑戦ドリンクの方を開けてください。で、まあ、青扉なんで、まあ、この場合はね試練でやれば、まあ、青オーブを獲得することができます。5回になりまして、ここはね、まあ、固定の報酬になります。どちらも同じと。で、まあ、6回まででいいかな。で、6回の赤扉の場合だと5エナジーで、青扉の場合だと試練チケット、まあ、どっちの方がね重要かって言われれば、まあ、それはね赤扉のエナジーの方が重要なので、まあ、こちらをね取ってください。まあ、基本的にはですね挑戦ドリンクとエナジー、まあ、これをね追っていく感じで、まあ、赤扉青扉かな、まあ、交互にやっていけば、まあ、いい感じに進めていけるんじゃないのかなと思います。契約書類に、ね、関してはどちらも、ね、固定の報酬になります。まあ、A ランク特殊コーチが22回青の場合だと、で赤の扉も22回 A ランクの特殊コーチになります。で最後は A ランク自チーム A 契約書か A ランク自チーム契約書フランチャイズプレイヤー、まあ、これにどちらも固定報酬になっています。各回の、ね、報酬どちらを、ね、取っていくべきなのか解説しました。まあ、ということで実際にやっていきましょう。まあ、調子ドリンクの方、調子ではなく挑戦ドリンクの方が重要だということで、V ロードをやれば赤オーブを獲得することができますということでやっていきましょう。V ロードを1試合しましてオーブ獲得が72、これ自動でやりました。手動でやった場合このねオーブ獲得数が変わってくるのか、まず検証していきましょう。自操作でやった場合オーブ数は変わるのか、これね活躍ゲージ量によって、まあ、オーブ数が増える、まあそういったことはないので、まあぜひともですね自動で、まあ、V ロードね回してもらえばいいかなと思っております。再びねイベント画面の方に来まして赤オーブ50達成で、あとね黄色オーブが200足りないということで、まあこれねちょっとやっていこうかなと思います。で、まあこれのですねイベントの攻略としては一応ね特別ルールがあるんですけども、まあ、S ランクの選手で、普通にやっていれば勝てるので、まあ普通にやってください。まあ、そんなに難しいことは、難しい設定ではありません。ツーシームとスプリット、まあ、ゲッツー狙えれば三振か、三振アウトで1301回でクリアできます。あとゲッツーもね結構ポイント高いので、まあ、そういったねものを狙って投手ねやっていってください。で赤扉のノルマを達成したということで万人挑戦ちょっとやっていきます。累計オーブ数でもね報酬あるので、まあ、必ずね S ラン契約書フランチャイズプレイヤーこれね獲得してください。まあ、ミキさんのね玉にもなるので、赤の扉のねオーブ数が溜まったということでやっていきましょう。これ挑戦ドリンクが獲得できますよと。で万人がいるんで、まあ、これに倒していってください。まあ、これもね簡単なんで、まあ、ここ三振取ってくれれば、まあ、ゲッツーは取らないか。これ多分守備オーダーは通常のオーダーなので、まあ、やるときは通常オーダーのね守備高い人を、まあ、入れてやってください。今ね浅村さんを通常オーダーやってるんで、浅村さんがセカンド守ってます。いやこれだるいな。ちょっと菊池さんを通常オーダー S か、守備範囲 S の菊池さんと、あと源田さんか、まあ、それを通常オーダーに入れれば、まあ、源田さんとあの菊池さんになります。ということで、1回の番に勝利。赤の扉のね1回をクリアしたということで挑戦ドリンク ×3 獲得できました。で2回になりまして、まだですねこれ報酬選びます。まあ、2回はね固定ということで、まあ、あと、まあ、こっち赤扉でいいかな。これは赤扉の方を、やっていきます。階層が2階の赤扉のオーブ数が溜まったということでこちらやっていきます。まあ、前回はですね青オーブ数と赤オーブ数、これねどちらも貯めないといけなかったんですけれども、いや結構楽になったねこれは。で2階まあ固定方針なんで、まあ、どちらでもいいんですけれども、まあ、赤オーブ数の方があったのでこちらやっていきます。スキップ。次のね階層3階に来まして、無課金美課金者の場合はこちらねエナジーの方が重要なので青扉を選んでください。で課金勢の方で、まあ、累計ではなくランダムか、ランダム狙いの方はだから赤扉だけをずっとやっていて、まあ、赤のオーブと黄色オーブを集めれば、まあ、簡単にね、進める階層を進める、まあ、これ本当にマジで、周回向けか、まあ、周回に関しては、まあ、かなり改善されました。まあ、量改善か、いやこれはガチで嬉しい。コナミさんなんでこんな神改善してくれるのか。とりあえず無課金美課金者エナジーとイベントコストを回復する挑戦ドリンク、これが重要なんで、まあ、それを追い求めて、まあ、赤扉とね青扉、まあ、交互でやってもらえばなと思います。あともう一つね話したいことがありまして、まあ、今現在撮影時はね強敵が登場しなかったんですけれども、まあ、強敵がね登場した場合は残しておいてください。強敵を残した状態で他の挑戦者に勝利すると、まあ、強敵がね呼びやすくなる、まあ、そういったねオカルトがあるので、まあ、これね必ずやってください。まあ、損はね絶対にしないので、まあ、やってもいいんじゃないのかなと思います。
はい、ということで、プロスピタワーのね、攻略解説でした。まあ、無課金、美課金者ね、挑戦ドリンクとエナジー、これをね、追い求めて、まあ、階層上がっていってください。で、1本目ね、動画を出したので、見ていない方はね、ぜひとも概要欄、リンクから飛んでください。まあ、あとはですね、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ、明日もね、2本投稿するので、ぜひともね、その動画を見てください。ということで、今回は以上。